何度も何度も切れてすみません。切れている間に、金曜ハミングの放送は終了いたしました。今日はね、本当にiPhone からの配信で、いつもと違う感じだったかと思うんですけれども、全然皆さんのね、タイムラインとかもね、一切見れていなかったんですよ。どこかで見れてたのかな？ハミングで見れてたのかな？ハッシュタグハミングで見れてたんですね。すいません。ずっと放置しっぱなしで 申し訳なかったです。いや、今日はね、本当にたくさんメッセージもいただいたんですけれども、なんせ、お伝えしなければいけない情報量が、いつもよりも大変多くてですね。そして、ちょうどね、相模原市でも今、計画停電中、放送時間帯が停電中ということもあってですね、FM 相模を聞いてくださっているエリアの皆さんからのメッセージもたくさんいただきまして、ユーストを見ながらメッセージを送ってくださった皆さんのメッセージが全然ご紹介できずにすいませんでした。申し訳ありません。はい、ね、たくさんの方が見てくださっていたんですね。ありがとうございます。に、44人の皆さんがありがとうございます。ね、本当にありがとうございました。ちょっとツイートを見ていきましょうか。はい、ね、本当にたくさんの皆さん、見に来ていただいてありがとうございました。今日、西さんは登場しないんですか？はい。じゃあ、今日はですね、ちょっと、節電っていう意味もありまして、ユーストハミングの方は申し訳ないんですが、お休みをさせていただきたいと思います。今日はですね、生放送中にもまだ余震があったりとして、あったりしまして、相模原の方でも地震が、ね、あったりしたんですよね。この後もまだね、余震だったり、新しい地震だったり、起きる恐れありますので、どうぞ皆さん、気を抜かず、でも焦らず、落ち着いて、ね、この後も気をつけていただきたいと思います。本当にね、たくさんの皆さん見てくださってありがとうございました。今日は短い時間で、この後の、通常ユーストハミングはなくて申し訳ないんですけれども、またお付き合いいただければなと思います。本当にありがとうございました。ここまでのお相手は古谷香織でした。ありがとうございました。そして切り方が分からないという。自分でやりなさいって。自分で頑張って切ります。録画の、あ